こんにちは。木の花の寒月です。今日は初心者さんでもマスターできる名古屋帯のお太鼓の前結びをご紹介いたします。はい、それでは早速結んでいきます。手先をですね、肩に預けて、はい、こういうふうに折り返しますね。内側になるように折り返してください。はい、帯を2周巻いていきます。はい、帯を2周巻いてきましたら、ここでこの三角のところですね、指を入れて引っ掛けてギューッと締めてあげてください。はい、垂れ先の方ですね、ちょっと脇の方に預けて手先を下ろします。そしてこっち垂れの方ですね、一回肩に預けます。はい、そして手先を折り返します。こういうふうに折り返してください。はい、ピンチで止めますね。脇のとこ止めておきます。はい、垂れ先を下ろします。垂れ先を広げますね。手のひらで押さえます。はい、帯を一旦持ち上げますね。そして前結びだと柄をね、見ながらできますので、このここら辺を出したいなっていうふうに決めましたら、はい、帯枕ですね。帯枕を帯の中挟みますね。はい、ここですね。帯枕の紐をですね、背中側でしっかり結んでおきます。この形をきれいにしますね。中はこういう感じですね。はい、そうしましたら次は帯揚げですね。今日は初心者さんでも分かりやすいようにしていきます。帯揚げを半分に折ります。帯枕のところにかけますね。はい、こういう感じです。はい、包む感じですね。帯を下ろしておきますね。はい、帯揚げも背中側で結んでおいてください。はい、そしたらお太鼓の形を作っていきますね。帯の一番下の線を決めたら、はい、一旦持ち上げますね。はい、垂れ先の位置決めます。大体ご自分の人差し指の幅ぐらいと思ってくださいね。そして、仮紐でここの帯の下の線ですね、決めておきます。はい、この紐も背中側で結んでおきますね。はい、そうしましたらこちらの手先ですね、これをはい、帯の中入れます。帯のね、この一番外側の輪っかに通してください。はい、こっちを外してですね、綺麗な線をここ作ってくださいね。はい、そうしましたら帯締めですね。背中側で結んでおきます。はい、帯の形はこちらで完成です。そして仮紐をですね、一旦ほどいておきますね。こちらは外しておいて、はい、垂れ先ですね、折り返します。帯の真ん中にピンチを留めますね。はい、そして帯をしっかり持ちます。お太鼓の上ではなくて脇ですね。こちらをしっかり持っていただいて帯を回します。はい、ピンチが背中心のとこ来てるのを確認して外しますね。はい、あとは紐類を整えていきます。帯枕の紐を
結び直して帯の中に入れてしまいますね。はい、そして帯板を入れておきます。はい、帯揚げを入れますね。今日は入り具にしておきます。はい、折り返して、はい、整えましたら帯の中に入れておきますね。ね、帯揚げの入り具の作り方は別の動画でも紹介しているので、よかったらそちらをね、参考にしてみてください。はい、帯締めですね。帯締めを結んだら、こちらで完成です。お正月前にぜひ練習してみてください。本日もご視聴ありがとうございます。励みになりますので、チャンネル登録、温かいグッドマーク、どうぞよろしくお願いします。それではまたこのチャンネルでお会いしましょう。本日もありがとうございました。